伝説と言われ架空の存在とされている竜。しかしその存在を本気で信じるとなぜか幸福が舞い降り、一気に人生が自分の思い通りに進んでいきます。そこでこの番組では日本各地に点在する有名な竜スポットや、さらに地図にも載らない地元の人さえ知らないそんな秘密の竜スポットまで、竜さんを愛する私が巡り、現場の強いエネルギーを映像に込めて皆様のもとへお届けします。京都府亀岡市。ここに京都の中でも最もエネルギーが強いと言われ話題となっている場所があります。とても美しく清らかな波動に包まれたこの神社、神の山から湧き出る水は幸運を呼ぶ奇跡の水とも呼ばれ、遠方からもこの水を汲みに来る人がたくさん集まります。そして拝殿の後ろに広がる神様の住む神聖な森のエリアには、竜神様のお祭りされた清らかな滝や、結界が張られ立ち入りが禁止された巨大な岩倉の空間が存在していました。さらに今回は入山許可を取らないと入ることのできない最も神聖な御神域へも参拝。実はここでエネルギーが強力に流れ込むある不思議なスポットを発見しました。京都の自然豊かな聖地に鎮座されている出雲大神宮へ皆様を映像でお連れいたします。目的地に到着しました。お疲れ様でした。
それではここからは拝殿の後ろに広がる神秘の森のエリアへご案内いたします。ほとんどの方はこの分かれ道を左へ進むのですが、実は右側にあるエリアが非常に強いエネルギーを感じましたので、ぜひこちらも忘れずにご参拝ください。
それでは最後に入山許可を取らないと入ることができない御神体の御影山へ向かいます。普通はここから参拝して帰るのですが、実は数メートル左に行くだけで何倍ものエネルギーをなぜか感じられました。理由はわかりません。出雲大神宮の御利益は、ご縁つなぎと言われています。このご縁は、男女のご縁だけではありません。自分の天職とのご縁など、その人の人生で、本当に大切なことをつないでくれます。ただ、そのご縁は、今すぐではなく、最もベストなタイミングでつないでくれます。なぜなら、その人の準備が整っていないと、ご縁をつないでも、生かしきれないからです。私たちがすべきことは、神様のお力を信じること。いつしか必ず最高のタイミングで、素敵なご縁をつないでいただけるのです。
はい、ということで今回は京都府亀岡市にあります出雲大神宮をご紹介いたしました。ここは江原博之さんであったり風水のドクターコパさんがですね、以前京都最強のパワースポットと、紹介されていまして、それからですねとても注目されて人気となっているんですね。で、私が行った時には本当にたくさんの竜雲さんが、ずっと出てきてくれました。例えばこちらは京都のね街中で撮影したんですけども、まあ竜さんの本当に、顔がね映ってるように感じます。さらにですねこれ移動していまして、最初はここのね小さいこんな感じで、竜さんが見えるなと思っていたんですけども、その後こう動かしてみると、ご覧ください、大きなね、竜さんにも見えるようになるわけですね。さらに移動しまして、あまりにもちょっと竜雲さんがいっぱい出ていたので、こんな感じでコンビニに寄ったわけですね。そうしましたらですね、ご覧ください、こんな感じで2柱最初は出ていたんですけども、さらに降りて上をこう撮影しますとですね、上にも竜さんいらっしゃいました。で、さらに神社に着いてからも今回はね竜雲さん、ご覧のようにやってきてくれていたんですけども、さらにこんな写真も撮れていたんですね。こちらなんですけども、これ雲じゃなくてですね、雲がない青い部分が上り竜のようになっていますよね。ですので竜雲さんを探す時にはですね、こんな感じで雲だけではなくて、まあ青い部分のね形にも注目して探してみるというのもね一つポイントだと思います。まあ本当にこれだけたくさんの竜雲さんが出てきているということはですね、こう参拝して正解だよというようなね、そういうお知らせだと私は感じているんですね。ただ本当に空見てる人は、私だけでした。さあ、そしてこの神社はですね、本当にまだまだ紹介しきれていない見どころが多い神社なんですね。例えばこのような夫婦岩があったりですね、あとは大黒様、恵比寿様もお祭りされていました。さらに森の中にも、こういったね岩とか、いっぱい他にもお祭りされている場所がありましたので、行かれた方はですね、こういろいろ探して、全部ねこう参拝してみるっていうのもね楽しいと思います。それとですね、鳥居の手前にこんな可愛らしい、幸せなでうさぎというものもねあったんですね。でこれですね、若い女性が結構たくさんいらっしゃってて、私そこでさすがに撫でるのはですね恥ずかしくて、あのおじさんうさぎ撫でて幸せにでもなりたいのかねなんてね、若い女の人に思われるのちょっと恥ずかしいので、若い女性がいなくなってから、こっそりですねめちゃめちゃ素早く撫でましたね。まあ本当に幸せになりたいので、私人がいなくなってからめちゃめちゃ素早く撫でました。それとですね、この神社があるのが京都府の亀岡市っていうところでして、実はですね私最近亀が、なぜかすごい来てるんですよね。亀に導かれてると言いますか、亀さんは竜宮城とも関係してますよね。まあ竜宮城にこう連れてってくれる存在であってですね、あといろいろ調べてみますと、実は竜さんとも関係してるんですよね、亀。なので実はこれはもう関係ないんですけども、亀さんの LINE スタンプを買っちゃいましてですね、これ可愛いでしょ。それぐらい私ちょっと亀にハマってるんですよね。で、 LINE スタンプといえばジャパンビューティーでも、作っています。リュウさんの LINE スタンプ作ってますので、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。ということで無理やり、つなげて宣伝してしまいました。まあそれとですね、亀といえば最近沖縄で出口鬼三郎さんの話が出てきましてですね、ぜひ本を読んだ方がいいよなんてね言われて、いろいろ調べてみましたらですね、この出口鬼三郎さんが生まれたのが亀岡市だったんですね。なんかすごいこうちょっとつながってきたななんていうふうにね、亀というキーワードが来ているなというふうにさらに感じていまして、
ですので、この動画をねご覧の皆様の中にもですね、どなたかこの亀というキーワードがね必要な方がいらっしゃるのかななんていうふうにも感じています。なので気になる方はぜひ、メモしておくとよろしいかと思います。ということで今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録していただけますと新作のね YouTube がアップされた際にお知らせがいくようになっていますのでとても便利です。そしてグッドボタンやメンバー登録での応援とても嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。